今回の見直しの対象は19都道府県97選挙区で青森岩手三重奈良熊本鹿児島の6県では選挙区が1つずつ減りますさらに北海道や東京神奈川愛知大阪など13の都道府県で区割りの線引きが変更されますこれにより2020年の見込み人口が最も多い選挙区は東京22区となり 最も少ない鳥取一区との一票の格差は1.999倍と辛うじて2倍未満に収まることになります新しい区割りの適用はこの勧告を反映した法案の成立・交付後1か月の周知期間を経て施行された後になります菅官房長官は 区割の変更によって安倍総理の解散判断に影響が及ぶことはないと強調しました。